笑っていいとも in 花巻。笑っていいとも in 花巻。このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りします。今日のゲストに次回のゲストをご紹介いただくという形で花巻のお友達の輪をどんどん広げていきたいと思います。今日のゲストは大波佐間の高高貸し舗の店長の高橋優子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お召し物がすっごく素敵でもう気になってるんですが、涼しげなこれ何ですかね、あの白とブルーの縦の、はいね、はい、ストライプのあのお召し物すごく涼しげでとてもよくお似合いです。 ありがとうございます。はい、あの先ほどお送りした曲なんですが、松山千春の大空と大地の中ででした。これリクエストいただいたんですが、なんでこの曲リクエストしたんですか？はい、まだあの東京に住んでた時に ある居酒屋さんに行った時にそこの店長さんがこの歌を歌ってくださって、なんかこうキスキスしてた心の中に染みていくような感じがして、なんかとってもいい歌だなと思って、うん、なんかほろっとした曲でした。東京で聴いた大空と大地、はい、っていうことですよね、はい、雑踏の中、はい、人混みとか雑踏の中で、はい、あーって思いますよね。はい、はい、ありがとうございます。さて高高貸し舗さんですが、大波佐間の商店街の中も街のど真ん中と言ってもいいんじゃないですか？はい、はい、あの安藤祭りなどのも通りでもありますよね。そうですね、はい、まあ、あの私実はお店のシュークリームがとても大好きなんですが、はい、あの先日所ジョージさんが来ませんでしたか？あ突然に3時頃にひょっこり入って、はい、来られてびっくりしました。はい、はい、所さんの笑ってこらえてで、はいはい、ダーツの旅でご本人がいらっしゃったということで、はいはい、また後でねその話もちょっと伺いたいと思いますけれども、はい、じゃあそれでまた改めて、ね、お問い合わせとかいらっしゃるお客さんも今い ね、いるんじゃないでしょうかね。そうですね、なんかおかげさまで、はい、よくこんな山の中まで来てくださったなっていう重いですね。はい、いやいや、はい、なのであのテレビでご覧になったというリスナーさんもねいらっしゃるんじゃないかと思いますが、お話伺っていきます。はい、さて高橋さんは小中高はどちらの OG 卒業生になりますか？あの大波佐間の地元でエスカレート式に、はい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 、でその後は県外に出られて、はいはい、高校卒業してからあのちょっと専門学校に、はい、で静岡に行って、はい、その後神奈川東京都、はいはい、お勤めされて、はい、でお店はねもう何代も続くお店なんですけれども、はい、お母様がやってらっしゃって、はい、お母様を支えるために戻ってこられて、はいはい、ということで今店長さんされてらっしゃるんですが、ではここで質問です。趣味教えてください。読書とあとは古い方が多いんですけども落語を聞くのが好きです。はい、はい、読書は例えばどういうジャンルが好きとか？熊谷守一さんっていう絵を描く方の本とか、はい、やはりキキキリンさんの生き方とか、はい、そういう生き方を通して何かをこう伝えてくださる方の本が好きですね。はい、熊谷守一さんってまさに映画になって森の行く風景ですね。はい、そうですね、はい、熊谷さんの奥様役キキキリンさんが、はい、それこそ、はいはい、なんか繋がってましたね。ね、はい、そうですね、勲章も断っちゃったというね。そうですね、自分の世界に没頭して追い続けてっていうような、はいね、映画にもなりましたけれども、そして落語古い方がお好きっていうこと、例えばどういうこととか？古い方でいうと新庄さんとか、はいはい、金馬さんとか、はいはい、昔でいう歌やっこさんっていう、はい、後の三遊亭演歌さんです。あ、そうですね、はい、私も演歌さんはたまたますごく好きで、はいはい、ちょっと創作落語とかね、創作落語で笑えてしまう、面白いですよね、はいはいはい、読書と落語、はいはい、ということでご紹介いただきましたが、では次の質問です。おすすめの花巻の店どこでしょうか？ホームショップ近村さんの、はい、ここにおられるお母さんがやはりずっと今もう80代なんですけれども、商売に対する姿勢っていうか、なんか凛としてるんですけども腰が低くて、どなたに対してもなんかいらっしゃいっていうその雰囲気がやっぱり
だんだん小売店が少なくなっていますので、その小売店のなんかこう、いいところを持ったおかみさんだから、なんか私も頑張らなきゃなっていう、なんかそのお母さんを見てると思いますね。凛としてるけれど、何でしょう、包容力というか、包容力、温かい感じなんですか、はい、受け入れっていうか、相手を受け入れるこう、その雰囲気がとても好きで、なんかお店にいるとなんかホッとするねっていう。すごいですね。そうですね、あのホームショップ近村さんはこの大波佐間の商店街沿いにあるお店、はい、っていうことですね、はいはい、ホームショップ近村さんご紹介いただきました。では次の質問です。好きな花巻の風景はどこでしょうか。はい、それこそホームショップ近村さんからちょっと行ったところに新大橋っていう橋があるんですけども、その橋の上からあの遠くに早知根山があの見えるので、はい、そこの風景が好きですね。その新大橋は、例えば396号から、街中の方に入ってくるとある橋、はいはい、でそこの橋から左の方を見ると早知根ってことですかね。そうですね、はい、じゃあ橋ってことは川が流れて、はい、川が流れて、そして早知根が向こうに見える、はい、いい風景ですね。そうですね、大波佐間の新大橋の上から遠くに早知根山が見える風景ということでご紹介いただきました。では次の質問ですが、お店についてちょっといろいろ伺っていきたいと思いますが、あのダーツの旅って普段ディレクターさんとかあまり所さんが直接行くことないですよね。はい、なんか年に1回か2回しか所さんは歩かないということで、たまたまスペシャルでダーツが大波佐間に当たったということで、すごい、はい、びっくりしたでしょう。最初は所さんってえっていう思いますよね。思いましたね、まさか。でもよくよく見たらスタッフの方たちがゾロゾロと、あ、結構大勢だったんですか。はい、はい、入っていらして、はい、あのお団子が美味しいって聞いたんですけどって最初お団子を食べに入っていらして、はい、で大体午前中にこう売れてしまうことが多くて、その日も来られたのが3時頃でしたので、もう売り切れた、はいはい、でもあのちょうどお茶餅っていうお団子があるんですけども、それ焼くまでちょっと時間かかりますけど、あのお時間大丈夫ですかって言ったら待ちますっていうことで、30分かそこらお店で待って、所さんが待ってくださって、それでその間にいろんな方がお店に入って来られて、で私はその時スタッフの方が15名ほどなんかお店の中に入って来られたので、お茶を出さなくちゃっていうので、お茶の準備でバタバタしてる間にゆっくりなんかお話ししたあんまり記憶がないんですけども、はい、うち今兄で4代目なんですけれども、はい、あの明治にあの創業なんですけれども、高橋幸三っていうおじいさんが考えてなんか作ったお菓子で、昔の方たちは遠州焼きっていう名前で、でも今はその峰のさんがという形のお菓子に、はい、あのお名前が変わったんですけれども、はい、全部手作りで一枚一枚銅板の上であの焼くのに15分ぐらいかけてゆっくり焼いてる、本当にもう昔ながらの手作りのお菓子で、はいはい、ちょうどたまたま兄が、はい、あの今作ったばっかりですけどって言ってあのお店に持ってきまして、焼きたての皆さん、はいはい、すごく薄焼きですごく風味のいいごまとか、そうですね、で今その、 あの社長の兄が、はい、自分の畑のところでごまを作って、はい、そのごまできるだけ大波佐までできたごまをということで、いつまでね、はい、あの大波佐までなかなかごま作りって大変ですので、あまりごまを作るってあまり聞かないですもんね。そうですね、すごいですよね、すごいあの、はい、手作業で、兄もこんだけ手間がかかるって自分でやってみて気がついたって言ってましたけれども、でもやはりあの地元のものとか国産のものは風味がいいので、できるだけそのあの風味のいいごまを使いたいということで、はい、だからもう使う食材もすごくこだわって吟味されてるってことですよね。そうですね、とてもあのシンプルなお菓子なので、はい、シンプルなだけにとてもあの
とはっきり、うん、あの分かりやすいっていう。そうですよね、はい、なんか混ぜ物してごまかしたりがない、はい、ない、はい、でしかも15分手焼きで、はい、銅板で何枚かずつ15分でちゃんと状況見ながら焼いて作ってる、はいはいね、で、まあ、この番組で紹介されて、あの随分遠方からもお客様から問い合わせとか訪れる方もいるみたいですね。そうですね、そのダーツの旅で余計あの遠くから皆さん、岐阜の方や北海道や岐阜北海道あの新潟とか遠くの方からあのわざわざ足を運んでくださった方もおられて、はい、今でも1人か2人は、あ、テレビを見てまだあのいらした方だなっていう方が、はい、あのこのね、ミネのサンガとかシュークリームもね、はい、美味しいんですが、はい、まあ、和も洋もあって、はい、食べてみたいと思った方は、はい、食べられるのはお店に買いに来るか、大葉様の高子お菓子屋さんに、はいはい、もしくは花巻温泉の花椒園さんでもお出しになってるっていうことで、あ、はい、あの花椒園さんでも部屋貸しで、はい、あの、はいはい、出していただいて、はい、そのホテルの中でもあの買えますので。あ、はい、そうですか。じゃあね、食べたいって思った方、大葉様まで買いに行きましょう、はい、ぜひお味見、はい、よろしくお願いいたします、ね、してほしい、ね、はい、お菓子ですね、はいはい、さあでは次の質問です。座右の銘、好きな言葉教えてください。はい、素直っていうことと、あと大丈夫、はいはい、だんだんこう人間いろんなものをこうくっつけてしまって素直になれないことが多いんだけど、やっぱり素直になることが一番いろんな人間関係でも自分としてもシンプルに生きることが楽かなっていう、あとなんか困った時でもどこかであの大丈夫大丈夫って自分に聞かせながらどうにかなるよって、それがこう大丈夫っていう言葉になんか私は、はい、いい言葉ですよね、2つともね、素直っていう言葉もだし大丈夫っていう言葉も、そうですね、ホッとする、ホッとする、ね、でなんかこう朝夕ご先祖様も、はい、高子の看板だった母も亡くなり、なんかそういう人たちに朝夕手を合わせて、いや困ったなって思った時でもなんか大丈夫って言われてるような気がして、はい、あ、いいですね、はい、見守ってもらってるっていうか、心がなんとなくつながってる感じがね、はいはいはい、なんかいないけどもあのちゃんと見守ってるよっていう方たちに大丈夫って、はいはい、言われてるような気がして、はい、いいですね、はいはい、さあお話を伺っているうちにあっという間に時間が来てしまったんですが、はい、じゃあ次の方のご紹介をお願いします。はい、イストリアの藤原和子さん、はい、淀線金物店の藤原さんですね、はいはい、10月17日ご出演 OK ということで伺っております。花巻のお友達の輪がこれでまた一つつながりました。今日の笑っていいともいい花巻は大葉様の高子お菓子舗店長の高橋優子さんでした。今後の夢一言聞かせてください。はい、できるだけ元気でいつまでも店に立てるように心がけたいです。とっても、ね、優しい笑顔の方です。ぜひこの笑顔を見に皆さん大葉様の高子お菓子舗さんまで、はい、行ってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。笑っていいとも in 花巻、このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りしました。